このナンバーさんはね、知識の整理ということです。I2 と I3 の分炉のですね、電源が下向きになっています。ただ求める電流の方向がですね、逆になってますのでね、注意してください。ミルマンの定理により、各分炉のですね、両端の電圧 E を求めます。各分炉の電流をそれぞれスモール I1、スモール I2、スモール I3 とします。問題にあるですね、キャピタルの I1、I2、I3 とは異なりますので注意してください。18V と 12V は 24V の逆になっていますのでですね、マイナスになります。で、E はマイナス 6V とこうなります。 I1 を求めます。電流 I1 がですね、上向きですので、通常のね、電圧効果の方法で求めることができます。分炉の両端の電圧はマイナス 6V ですので、下側が 6V ですね、上側が 0V になります。 I1 は 15A で、矢印の方向にですね、電流は流れていることになります。 I2 を求めます。この分炉で、電流 I2 が上向きになっていますので、通常の電圧効果の方法で求めることができます。で、 I2 はマイナス 12A が出ますので、実際の電流はですね、矢印の方向の反対とこうなりまして、下向きの電流が流れていることになります。 I3 を求めます。従来の方法はですね、黒文字でね、書いてある解法になります。I3 はマイナス 12V の電池にですね、流れ込む電流になりますので、電圧上昇として働きます。この方法が、どうしてもですね、納得できんという向きがありましたらですね、右側のね、電圧効果の方法にね、切り替えて覚えてください。I3 は 3A となって下向きの電流となります。はい、まとめです。キリオープのね、第一法則を A 点にね、適用しました。流入する電流の Y のは I1 と I2 ですから、これ 15-12 となります。で、流出する電流はですね、 3A となりますんで、これはですね、 I3 に等しいということで、間違ってないということが分かります。